3月18日に行われる予定だったビードリーマー対スターバックのカリスマ対決、しかし大会が延期となりトミーの来日が不可能となり宙に浮いてしまったこのカード、そこで試合を楽しみにしておられるファンのため、またスマッシュのため、人型決戦兵器私矢郷義明がスターバックとの対戦相手に名乗り出たのである。次回3月31日スマッシュ15、スターバック対矢郷義明、さあこの試合もサービスサービス。